アーサー・ストリートンはオーストラリアの風景画家である。1880年代半ばからビクトリア州のメルボルン近郊のハイデルバーグに集まった芸術家、ハイデルバーグパの画家の一人である。オーストラリアの印象派の画家の一人としても知られる。ビクトリア州のジーロングの郊外、マウント・デュニードで生まれた。両親は1854年にイギリスからオーストラリアに移住する船で知り合い。 結婚した夫婦である。1874年に家族はメルボルン近郊のリッチモンドに移った。メルボルンのビクトリア国立美術館付属の美術学校でホリングスビーに学んだ。メルボルンの美術学校の同僚、フレデリック・マッカビニやトム・ロバーツと親しくなり、フランスの印象派の画家やイギリスのターナーの作品から影響を受けた。1885年に ビクトリア州の美術アカデミーの展覧会に出展した。メルボルンの版画家で美術賞のトローデルの下で働いた。1885年から1886年の間はトム・ロバーツらとメルボルン郊外のボックスヒルの風景を描いた。1888年の夏、その年亡くなったスイス生まれでオーストラリアで活動した風景画家のルイビュー・ベロが 風景画を描いた場所を訪ねて、ハイデルバーグを訪れた。鉄道の駅から遠いため、増えていた、ハイデルバーグの空き家を安く借りて1889年に移住し、フレデリック・マッカビンやチャールズ・コンダー、トム・ロバーツらと活動し、ハイデルバーグパが形成されることになった。1891年には、ニューサウスウェールズ州の海岸の町モースマンでも、活動した。 1897年に初めてヨーロッパに渡り、パリやイギリスの展覧会に出展した。イギリス滞在中に第一次世界大戦が始まると、軍に志願し、1917年にオーストラリア軍の公式戦争画家に任じられた。1919年にオーストラリアに帰国し、風景画家、美術評論家として働いた。ありがとうございます。